最近昔のフィルムカメラを集めるのがすごい好きで、これは僕が最近見てる YouTube 投稿してるうさぎのムービーさんっていう方の今動画を見ながら、いやすごいね丁寧に清掃されてて、僕もせっかく買ったフィルムカメラやっぱ大切に使っていきたいなっていうことで。中古のお店、台湾で、行くところが、ミノルタとキャノン、オリンパス、リコが多いですね。そこのフィルムカメラの中古が結構多くて、状態は結構、悪いんですけど、たまにいいのがあってそれをまあ集めてくるって感じです。で、値段なんですけど、安いやつだとだいたい180円ぐらいから、高いやつで4000円ぐらいで、動作確認というか保証はないので、買っても動かなくても返品ができないという対象のジャンクボックスですね。ハードオフとかにある。で台北に僕は今1軒しか行ってないんで、2軒知ってるけど1軒の方ばっか行ってますね。ジョンシャオシンシェン駅っていう青ラインの、台北駅から 2,3 駅右に行ったところにあります。住所下に貼っておきます。何が楽しいかって、まず動いた時がすごく楽しいっていうのと、写りとかは、撮ってみないとわからない。これは単三2本で動くんですよ。 AA バッテリーで単三かな、これ単三2本で動くので、電池の心配もどこに行っても買える。充電式の電池だとその充電器持っていかないといけないし、結構不便なんですけど好きですね。これミノルタ AFE クォーツデートってやつで、メイドインジャパン、オートフォーカスモデル、ミノルタレンズ 35mm、F3.5 ですね。で、オートフラッシュ。なので、フラッシュはオフにできないようなのかな、このモデルは。いやー、好きですね。そんな感じです。それでは。